どうも、バーンです。さて、本日の動画なんですけれども、えー、自作自演なんじゃないのというコメントについて、というタイトルです。えっ、ー、とね、バーン TV のーだいぶ昔の動画なんですけれども、外来魚回収ボックス周辺が荒らされました、かっこルール、かっこ釣りマナー改善、かっこバス釣り、かっこっていうね、 えー、こういうタイトルの動画なんですけどもこれにね、えー、対するコメントで自作自演なんじゃないのというね、えー、コメントが来ましたちょっとこれに対してはですね、えー、毅然とした対応を取ろうというふうに思いまして、えー、ちょっと、えー、僕のね、えー、表明といいますか一本動画を、うん、残しておきます、えー、この動画の URL は、えー、チャンネルチャンネルチャンネルじゃないや えー、この動画のね動画説明欄の方にリンクを貼っておきますでね、えー、正確にね、えー、読み上げますとえー、っとね MISIA さんという方ですねえー、まあちょっと見ていただいたら分かるんですけどアニメキャラのようなチャンネルアイコンで自作自演なんじゃないのを一言一,一句、えー えー、そういないですね。で、えー、そういうようなコメントが来ましてで、やっぱこれはですね、ちょっと根拠がないと言いますかですね、えー、バン t v に対する、えー、これですね、誹謗中傷、それから信用の失墜を狙ったものであるというふうに判断しました。で、えー、YouTube 側にですね、えー、報告をいたしました。で、どういう報告をしたのかっていうとですね、 ここです。赤字で書いてあるところですね。嫌がらせやネットいじめ。えー、これについてのね、報告を行いました。えー、この報告のやり方はですね、えー、ちょっと前のバン t v の動画でね、えー、触れていますので、ちょっと重複になるんでね、えー、じ具体的なこの操作手順についてはですね、えー、前の動画を見てください。でね、動画の中で説明しているやり方はね、ちょっとだけね、あの、言葉足らずで、 一箇所抜けている部分がありまして、その点については、えー、動画説明欄の、その動画の動画説明欄の方でね、えー、補足をしておりますので、本当にね、こういう嫌がらせやネットいじめを受けておられるという方はですね、こういうね、あまあ、軽い気持ちで言って来られたのかもしれませんけど、これはね、一線を超えたこあの書き込みなんですよで。こういう書き込みがあったらですね、えー、きちんと報告してですね、こういう人を 潰して、えー、YouTube からね、排除していきましょう。でないと、いつまでたってもねの、こういう匿名社会がもたらす、えー、言った、言ったもん勝ちで、えー、いつまでたってもこう、えー、なんていうんですかね、えー、心が折れてしまう人が続出してですね、で、いつまでたってもこういう健全なね、えー、主張ができないと。 いうようなね、社会になってしまって、まあ、こういうねな、なんでしたっけ、えー、ミーシャさんっていうようなね、えー、方をですね、やっぱり放置するべきではないというふうに思いました。でね、ちょっと腑に落ちない点がありましてね、あのー、この動画のコメントを追っていただいたらわかるんですけどもね、このミーシャさんっていう方と、あともう一人ね、えーっとね、 同じようなあのテイストのアニメキャラの、えー、チャンネルアイコンを使っている、えー、カンミレイナさんっていう方がおられましてねで。この人も似たような書き込みをされてるんですよ。これが、えー、前回 VanTV がですね、えー、この嫌がらせやネットいじめを受けているというふうにですね、えー、皆様にお伝えした、ね、人なんですよ。 これ、あの、前と似たような、あの、話なんですけど、違う人なんですよね。でね、この、か美玲奈さんは、どういうことを書かれてるかっていうとですね、誰がしたんでしょうね、ね。誰にもわかりません。誰が得をしたかを考えたらどう、投稿のネタが欲しい人物と考えるのが合理的でしょうね。つまり、この、か美玲奈さんも自作自演なんじゃないよっていうお、同じ趣旨のね、発言を、コメントをされてるわけなんですよ。 でちょっとねあの前置きが長くなったんですけれどもあのこれどういう動画かっていうとですね短い動画なんですよ長さはねもうほんと1分ぐらいの動画ですよこれえーっとねおはようございます五十八うの動画ます引用というでちょっと流しますり荒らされていますまずガリアが 回収ボックスの上、えー、り、これが折られていますそれからエゴホースター茶ヶ崎が昨日回収したゴミを、えー、バリケードで囲っていたんですけれどもこれが折られていますとまあ,あ外来魚回収ボックスの上り、 とそれから、ゴ、え、ミ、ー、回収した、えー、バリケード、囲いですね。それのバーがーバキバキに折られていたというような動画をね、撮影して、こんなことはやめてくださいというような、ね、動画を発信いたしました。再生数はね、そこそ、そんな、そんな多くない。1216回ですね。で、投稿した日がですね、2014年。ずいぶん前だな。 えー、もう6年ぐらい前ですか、ね、2014年11月なんで56年前ですねとまあぶん前なんですけどもね前とはいえですね、えー、この外来魚回収ボックスの上りっていうのはですね公共物ですで、えー、あとそれからゴミ拾いしてゴミを集めて、えー、バーで囲ったのは僕ですねでゴミ拾いしてゴミを集めたのは僕ですで言うたら 外来業駆除事業へのテロ行為に加えてゴミ、えー、回収したゴミ、えー、の一時置き場のゴミを荒らすんではなくて、えー、そのバーは何で設置してなかったのかというとですね、あのー小岸の 小をのゴミ拾いをしてですね、やっぱり、えー、日曜日に、えーまあ、ゴミ回収があるんで、その日までね、小、え、岩、ー、に一時的に置いておく必要があるんですよ。まあ、こんなね、えー、マンションの一室にデロンデロンのゴミをね、まあ、持って帰るってわけにはいかないんですよ、まあ。事実上ね、一軒家でもないんでね。で、どうしてもその河川敷にね、えー、バリケードで囲って置いておくんですけども、そうするとね、どういうことが起こるかって言ったらですね、 便乗陶器が起こるんですつまり、えー、これもついでに捨てといてねとまあ空き缶の一つや二つだったらまあまだ可愛いもんなんですけれども例えば家電とかがですねもうそのまま捨ててあるというようなね、えー、時が実際にあるんですよつまりついでに捨てといてねこの家電もというようなね まああのそういういことが実際あるんですねでそれを防ぐために、えー、これは家庭用ゴミ置き場ではありませんと湖岩、えー、のゴミを回収したものを一時的に置いているだけですって言ってねり紙までしてその張り紙をですね、えーまあ、毎度のことなんで「えー、バ,ーバーって分かりますかねえー、とねこういうやつですね。 えー、こう両方のところに丸っこい輪っかがあってで黄色と黒のね、えーまあ、踏切みたいなあの棒みたいなね、えーまあ、あのホームセンター行って売ってるんですけどもねでそれがですね、まあ、バッキバキですよ。でも そもそもわざわざなんでそんなことを自作し、自演しなければならないのかと。再生数稼ぎとかね。まあ、その方、あのー、コメントの中でもおっしゃってるんですけども、えぇ、ー、1000、1000回の再生数で100円ほど収入があったのかな。これ、ちなみに広告はつけてます。で、100円ほど、まあ、収入はあったのかもしれませんけれども、えー、100円の収入が得たいために、 まあ自作自演するっていう、まあ発想もちょっと貧弱ながら、まあそれをこう、うん、チャンネルのコメントで寄せてくるというね、このコメントをしてきた人の真意がね、やっぱりね、うん、本当は知りたいですね。例えば、ブラックバス釣り愛好家の方で、えーえー ブラックバス釣りをしたね魚を回収ボックスに入れるためにまあ、外来魚回収ボックスっていうのが置いてあってその上りが気に食わんと、まあ、いう人の可能性はありますけどだったら湖岸のゴミを集めてきて一時置きしているところの施設をに対するこれまたテロ行為ですよね。もうちょっとそこまでっていうのがですね、うん ちょっとどうしても腑に落ちないのか腑に落ちないなぁとよっぽどこう棒が折るのが好きな方なのでしょうかはい本日の動画は以上ですではまたバイバイ <laughs>